松本くくんの1日の日食生活を教えてください。これは私が何を食べてるかっていうことでいいんですよね。まず朝起きて朝食食べるでしょう。で、朝ごはんは完全にパン派です。食パンとか、あとは牛乳とかヨーグルトとか食べることが多いですね。で、昼食なんですけど、家で食べるときは割とシンプルなものが多いですね。というのも、昼ごはんをあんまり多く食べてしまうと眠くなっちゃってね。 午後の生産性が落ちちゃうんですよね。私個人的にかもしれませんけど。なので、お昼はあんまり食べないことにしています。でもね、なんだろう。最近よく言われている低糖質だみたいなことではないんですよね。そこはこだわりすぎずに、あくまで量を多く取らないだけで、炭水化物というか糖質のある食べ物は多分ね、人より結構食べてると思うんですよ。そしてね、午後2時半から3時頃の時間帯かな。おやつを食べることが多いです。 大体はチョコレート系の時々なんか糖質ゼロのチョコレートみたいの売られてるんでそういうの買って食べることもあるんですけどおやつに関しては量を抑える代わりに好きなものを食べるっていうことが結構多いですねあんまり我慢をしすぎちゃうと逆に食欲を抑えきれずにいっぱい食べちゃいそうで怖いんですよ私の場合ねそして夜は特に量をセーブするとかそういったことはあんまりないですねバランスよく何でも食べることが多いです お肉とかお魚とかね。ほとんど嫌いな食べ物はないですね。